い、セジオコランです。はい、カドチです。ゆうきです。はい、メシコです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、さあ、やってきましたね。はい、セジオコランの写真部でございます。おさあ、前回からの続きですね。はい、前回レンズが変わると写真ってこう変わるんだよっていうのを皆さん学んでいただきましたが、はい、バッチリ頭に入ってますでしょうか。すっげー自信ない、今回は。もうわからない。まあ、広く撮れるレンズもあれば、すごい遠くのものはギュッとね、近くに撮ることもできるよっていう、まあ簡単に言えばそういうことなんですけども、はい、今回実践編でございます。はい、ただいま3月の月末の週末でございますね。そうですね、桜がベストコンディションですよ。そうですね、浅草ですよ、今日は。そう、はい、普段走ってるところですね。そうです、そうです。アシックスのランステ前からお送りしてますけども、はい、早速ですが、はい、今回は僕がカメラとレンズ全て用意しましたので、はい、僕の機材を使っていただいて、はい、桜のいい写真を撮ってきてください。そういうことです。いやー、桜。はい、桜ですよ。超咲いてるよ。俺桜ってさ、上手に撮れたことないんだよ、今まで。大丈夫。撮ろうと思ったことある？あるあるある。あ、そう、うん、だから僕は今日完全にアシスタントに徹しますので、はい、おい藤森、あのレンズ貸せ。なるほど。三脚も一応持ってきてますからね。あ、本当に、はい、かっこいい。で、おさらいしとくと、はい、まあ、16mm、35mm、はい、24、70mm、はい、70、200mm、120、300mm、はい、まあ、ズームレンズで 16mm から 300mm まで一応いけます。おお。それプラス単焦点の 50mm、58mm、85mm も今日持ってきてます。はい、重いです。ありがとうございます、藤森アシスタント。はい、俺久々なんじゃないの、アシスタントとして使われるの。ほぼないよ。そう、下積みないんだこの人。あんまない。半年ぐらい。そうだよね、最初の半年ぐらい。しかもこんなにレンズフルフルで持ってくることもない。マジか。じゃあいっぱい使ってやろうぜ。普段の現場よりも辛い。頼むよ、やりましょう。撮ってくださいよ。撮ります、撮ります、ね、はい、じゃあ早速今日ね、まずお二人に先にカメラ渡しちゃいます。はい、じゃあカドチさん、イエイ、いつものでっかいの。いいね、まあ、中くらいの。これ初めてだよね、まあ、フルサイズカメラですね。はい、おー、いいじゃない。はい、あ、まだレンズがついてないんだね。で、まあ、せっかくだから、はい、もう2人最初どのレンズから使いたいかもう僕に言ってください。そうですね、じゃあイメージ、イメージ、これは、標準よりちょっとズームを体験したいのね。だから、なるほどなるほど、普段使ってる、うん、GH のよりも、そうそうそう、ちょっともうちょっと撮りたいなって思う時が最近多くなってきたから、うん、70mm、200mm、うん、はい、2.8mm、OK です。じゃあ、マシュさんにはこれですね。お、こんな長いんだ。はい、すげーな。へー、武器だ、武器。アシスタントに僕つけさせてもらいます。あ、お願いします。はい、うおー、重い。じゃあ、マシュさんはこの 70mm、200mm、 はい、じゃあ、カウスさんどうしましょう。僕はじゃイメージ的にはね、広く撮らせたいから。あ、広く。なのでね、1616mm、35mm。 はい、どう、 OK、 16mm、35mm。 じゃあこれ持ってまーす。はい、おー、 OK。 一応補足説明しておくと、マシコさんの絞りが 2.8 が一番明るいです。おー、すごい。で、こっちは F4 が一番明るいです。じゃあそれだけね、頭に入れてもらって。ということでね、はい、じゃあまずスタートのセットはこのセットということで、もう早速撮りいきましょうか。わかりました、行きましょう。じゃあ行ってみよう。いや、よいしょ。じゃあ行きましょうか。おいや、さあ早速行きましょう。はいよ。早速なんですけど、うん、俺撮りたい写真があるんだ、ここでも。お、素晴らしい。アシックスのなんか宣伝的な。なるほど。写真撮ってみたい。アシックスさん。お世話になってますし。お世話になってるし。いいんじゃないですか。はい。なんで桜抜けで前ボケみたいな感じでやれるから。なるほど。何でもできない。何でもできない。むず。去年も健康診断だけどさ。うん。アシックスの方がボケちゃうな。スカイツリーの映り込みとか面白いかもしれない。あ、本当だ。マシコ、もう一回構えて。オッケー。
個スペーシアとすれ違うんですね今。こういうの撮れた。あの新幹線スペーシア。じゃあ、うん、俺ちょっと電車撮りたいんだやっぱり。なるほど、絡めたやつ。絡めたやつ。なるほど。だからどうしようかな、向こうから撮った方がいいのかな。向こうから行きますか。今ここだとまあ大前提なんですけど、桜が今日が当たってないですよ、ここってあんまり。そうだよね、ちょっと影が多いので向こう行った方がいいですね。日が当たってる桜を生かした方がいい、多分綺麗だと思いますよ。オッケー、じゃあアシスタント行こう。はーい。いいんじゃない、この場所狙いで。この場所で桜見切れであ、来たよ。オッケー、オッケー、かっこいいよ。なるほど。じゃあ次はカドッチさんターンです。僕はね、じゃあね、益子が電車を取ったので、川、隅田川なんでね、せっかくなんでこの船を一緒に入れ込んだ写真撮りたいと思います。なのであっち側向かって歩いていこうかな。オッケー。いや、混んでたね。混んでたね。さあ、カドチさんのターンです。こっか、おー、いいね、これ広角活かせるんじゃないですか。カドチさん、今の狙いはどんな感じですか。あれを、あれを真ん中にした感じでこう取りたい。あれってどうですか、あの手前の一番手前の船。ああ、あの船を。なるほど。あれに焦点を置いて、もうちょっと大きく撮りたい場合はこのレンズじゃなくて、もうちょっと長めのレンズがいいかもしれないですね。オーケー、オーケー。どんな感じのを撮ったんですか。あ、いいじゃないですか、カドチさん。さすがですね。カドチさんは僕の中の説ですけど、うん、カメラがでかくなればなるほどいい写真を撮ってくる傾向にあると思う。それ分かりません？分かりません？分かる。すごい分かる。分かりましたね。そう、携帯が一番ダメで。そう。携帯になるとどうしたのってなるんですけど、ちゃんとしたカメラ持つと、ちゃんとね、撮るんですよ。一番でかいカメラを買わせた方がいいかもしれない、ね。静止オーバラあるあるなんですけど、最近。マシコのターン。俺ね、どうしたらいいか分かんなくなってきてんだよね。まあ、また対岸を渡ると見る景色変わったりするんでね。そうだね。スカイツリー撮りたいんで、うん、ちょっと、標準にもしたいなっていう。なるほど。うん。観賞点って俺、触ったことほとんどないんですよ。はいはい、こういうやつで、はいはい、なんで単焦点使いたい。なるほど、うん、なんで向こう行きます。はい、じゃあ単焦点がハマるいい撮影ポジションが見つかるといいですね。そうですね、うん、単焦点ってやっぱズームズームできない分明るいっていうのと、うん、あと単純にその解像度が高い、綺麗ですよね。シャープに映ったりとか絞った時でも結構違いますよね。やっぱズームレンズの 2.8 と単焦点の 2.8 は絶対的に単焦点の 2.8 の方が綺麗、隅々までパキッと改造して綺麗ですよ。じゃあそれで行こうかな。いやね、もう1時間半ぐらいやってんだけど、初めてのレンズ交換ってやばいんじゃないの。もっとね、交換してほしいんですよ。はい、ということで 50mm 単焦点つけましたね。単焦点ってあのまあ読んで字のごとくですけど、もう画角変わらないんですよ。はい。画角固定の代わりに表現力がすごく高いので、そこをどう活かしていくのかっていうのが、まあ見せどころですかね。OK です。50mm、標準ぐらいですかね。まあ、いわゆる標準レンズ、1.4。お、こういう感じか。なんか慣れ親しんだ感じがする、ちょっと。ピントの位置もどこに持っていくのかっていうのもちゃんと考えながらやるといいですよ。 ISO を100まで下げました。で、シャッタースピードを640分の1。
F2.8 のまま行きます。あ、今ちょうど日当たってるよ。あー、いい。満足です。はい、僕ここ満足です。はいはい、じゃあ門地さんのターンですね。はい、僕はね、益子と違って今度桜にもっとグッと寄ってみたいなと思ってるんですけど、うんうんうん、アシスタントさん、そこの場合のおすすめの捻挫は何番ですか？アシスタントにおすすめを聞くというね。新しいスタイル。じゃあ使ってないレンズ使いたいので、はい、85mm か120-300を使ってほしいな。じゃあ120-300。おお、ありがとうございます。はい、大変そう。花見いいな。デートしてえな。デートしたい。最近少ないですか、ゆうさんは。仕事しかしてない。僕はそもそも写真始めたきっかけは、うん、自分の彼女を可愛く撮りたいからなんですよ、うん、そんな写真もうしばらく撮ってねえんすよ、うん、何のために写真始めたんだよ、うん、俺。おお、じゃあその可愛い彼女を見つけるため。はい、あ、花さんが。花さんだ。ああ、いいですね、いいですね。なるほど、桜越しのスカイツリーですね。むずい、むずい。もういいですね、綺麗ですね。空が綺麗でいいよね、今日は。今日綺麗でいいね。じゃあ行きましょうか。はい、あ、こっちの方がいいかな、もしかしたら。あ、ん、あ、の方が。はい、はい、お疲れ様です。はい、つい、お疲れ様です。段取り悪くてすみません、本当に。僕は疲れました。楽しんだ。本当に疲れました。いや、でも楽しかったんじゃないですか。楽しかったね。でも本当に難しかった、桜撮るって。本当に、うん、思い通りにいかない。桜っていうか、光って難しいんだね。光も難しい。今ちょっといいこと言った風な門地さん。あのレンズもね、難しいわ。これ爆発だね。分かんなかった、全然。1回2回でここがぼやけんだとかっていうのが全然理解できないよね。なんか広さって難しいわ、うん、難しい。まあレンズそれぞれにね、あの特徴がありますから、うん、まあ、だから買う前にやっぱりこういうのを撮りたいからこういうレンズが欲しいとかっていうのはちゃんと分かってるといいですよね。分からないで買っちゃうよりはまずなんか試してみたりとか、いろんな写真を見てみて、その特徴が欲しいからこれが欲しいっていう風になるとね。あ、なるほど ね、レンズ選びの今後の参考にもなったんじゃないかなと思います。どれが良かったですか、レンズ。僕は50ミリの単焦点だっけ、うん、あれが良かった、使いやすかった。おう、 1.4 のやつね。うん、カズさんは一番最初のやつが好き、やっぱり。あ、広いやつ。広いやつ。なるほどなるほど。あれでもうちょっとグッと寄れたりするようなこう機能があればもっといいよね。それは広角じゃないな。ないね。だからレンズがいっぱいあるんです ね、いっぱいあるんだね。うん、とりあえずこれから撮った写真を見に行こう、見に行こうのコーナー、うん、なんですが、はい、実は今日お二人のカメラの設定を、はい、あのローというもので写真を撮れるように設定しておりました。はい、ローというもの、ちょっと今の段階では分かんなくてもいいんですけども、ちょっと移動した先でね、ローとは何ぞや、ローをちょっと体験してみようっていうのもやりつつ、はい、まあ、どんな写真撮れたのかなっていうのも二人で確認しつつということで、次、会議室取ってあるんで、そこでやりましょうかね。はい、うん、ということでね、移動しますが一旦閉めましょう。おう、はい、ということで以上、青春オーバーランでした。またね、また今度現像していきたいと思います。はい、お願いします。いい、似てる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 